皆様こんにちは。プロレス動画維新軍実況の林です。昔から喧嘩はするのは嫌いだが見るのが大好きというプロレスファンも多いのではないでしょうか。ガチの攻撃と意地と意地のぶつかり合い、いわゆる喧嘩マッチは後世に語り継がれるものです。今回はアングルではなくガチで起きてしまった試合力戦ということで、その背景裏側を探りながらなおかつ深掘りしていきたいと思います。ジャイアントババ対上田馬之助、キラー猪木という言葉があるようにシリアスな試合は猪木の専売特許という認識がありますが、一方のユージャイアントババもキラーババとなった試合がありました。1983年3月3日に後楽園ホールで行われたシングルマッチはかなり異質の試合となりました。1983年のジャイアントシリーズにはババはハーリー・レイスに奪われた PWF 王座を奪還するためシリーズ全休を決めアメリカ遠征をしていました。一方上田はババ不在の全日本にタイガー・ジェットシンと共に開幕戦に乱入するとそのまま電撃参戦を果たします。その後上田は執拗に不在のババを挑発し続けました。ババは PWF 王座を奪還すると上田の挑発に乗るように最終戦に合わせて帰国しました。そして組まれたのがババと上田のシングルマッチでした。この試合序盤はオーソドックスなグラウンドでの展開でスタートしました。前日のイメージからは程遠い地味な展開が続き、異変といえばババがロープワークを使わずに上田とのグランドでの攻防に終始しましたが、執拗にババは上田の腕を攻撃します。対する上田はババの足を集中的に攻撃します。前日らしからぬ殺伐とした雰囲気が会場を支配していた時に事件は起きます。ババのジャンピングアームブリーカーで上田の左腕を痛めつけます。単なる腕折りでなくババの全体重を乗せるという念の入れようでした。その後も上田の左腕を執拗に狙います。椅子での狂気攻撃などババらしからぬ攻撃が続き、そしてとうとう上田は肩を脱臼します。戦意を喪失した上田を見て16分3秒レフリーストップという幕切れになりました。後にこの試合はババによる制裁マッチとも呼ばれました。なぜそう呼ばれたかというと、上田の執拗なまでのババへの挑発に原因があったと言われます。前述したようにババはシリーズ全休して PWF 王座を奪還する予定だったのですが、上田の挑発により最終戦に急遽帰ってきたのです。上田はババが出ないのなら俺もシリーズ出場をキャンセルする、それが嫌ならババとの試合を組め、プロレスラーじゃないくせにでしゃばりすぎな奴らがいる、前日は女に財布の紐を握られている情けない団体といった過激な言動が目立ちました。一部の発言には元古婦人を批判しているとも取れるものもありました。ババによる元古婦人を侮辱した制裁だと言われました。ただもともと上田とババは猪木のクーデターをめぐりニップロ時代から因縁があり仲が悪かったので一概には言えません。試合前からババは上田に対して腕か足を折ると言っていたとも言われ、淡々と試合をするババに冷たい恐怖を覚えました。シュートの強さに定評がある上田に対してさらにシュートで制裁するババの凄みが見えた試合でした。アントニオ猪木対スティーブ・ウィリアムス、この試合の原因は1986年10月9日に行われ酷評された異種格闘技戦の猪木対レオン・スピンクス戦からあるのではないかと思います。この試合は猪木の体調も悪そうで、第8ラウンド猪木は何の技もかけずにスピンクスを抑え込みカウントが入っての猪木の勝利。放送席で山本虎鉄がレスラーに抑え込まれたらボクサーは返せないですよと苦しい解説、セミファイナルの前田対ニール戦の熱闘に酔ったファンは猪木どうしたんだと多くの声が上がりました。その試合からわずか4日後、猪木は体調が悪いまま13日に行われた後楽園ホールで事件は起こります。開始わずか20秒、
猪木をロープに飛ばし正面からベアハッグで受け止めたウィリアムスはスパインバスターでマットに叩きつけます。カバーに行くと頭を強打した猪木はダウンしたまま失神。慌てたウィリアムスはカウント2で自ら猪木の肩を上げアームロックに移行します。この茶番にまだ猪木最強真剣勝負を信じる理論武装したプロレスファンが多い後楽園ホールのファンは騒然。私もテレビでこの試合を生中継で見て唖然呆然としました。猪木がケン・パテラに円錐切りを空振りってのスリーカウントして以来の衝撃でした。これも以前から山本虎鉄の円錐切りはかすった方がよく効くんですよの言葉に一応無理やり納得していた私もこのストロングスタイルの信頼を裏切る行為に当時は落胆したものです。受け身の天才の猪木のこの失態とメインにもかかわらずわずか6分46秒両者リングアウトの引き分けという内容。ウィリアムスの固いファイトスタイルでプロレスが下手ということもわからないプロレスファンからさらなるブーイングを浴びたのは言うまでもありません。天竜源一郎対スタン・ハンセン、こちらの失神といえばプロレスファンにはあまりにも有名なハンセン失神事件。1988年3月5日秋田市立体育館でハンセンはテリー・ゴディと組み天竜源一郎&アシュラ・ハラの流言法と対戦。流言法のサンドイッチラリアートからのサンドイッチ円錐切りをクライダウン。こちらは天竜の円錐切りがもろにヒット、正確には顔面なので顔面切りでしょうか。いずれにしても円錐切りはかするよりもろに入った方がよく効くという証明です。意識が飛んだハンセンは寝たままの状態で大の字に動かなくなってしまいます。腹のストンピングにも反応はなくフォールに行くとそれはゴディがカット。ハンセンの異変に気づいたゴディは腹天竜を場外へ放り、天竜と腹も大変なことになった、これからどうしようとばかりわざと3人で乱闘をし、ハンセンが目覚める時間を稼ぎます。1分近く失神していたハンセンは覚醒すると鬼の形相で場外にいた天竜に向かいリング内からダイブ。なんと巨漢のハンセンがよほど腹に据えかねたのかトペスシーバ張りに飛びついたのです。その後は気性の荒さでは定評のあるハンセン、殴る蹴る椅子を叩きつける、大振りの平手で天竜の顔面をフルスイングするなど大荒れの状態に。そしてなんとゲスト解説の音帯で社長のジャイアントババの胸元にもチョップ一発を見舞って引き上げます。ハンセンは控え室に引き上げた後も怒りが収まらなかったようで天竜がいる控え室を探し回ったとか、和田恭平レフェリーが天竜原にハンセンがあちこち探し回っているから早く会場から出た方がいいですと伝え、常に堂々と相手を真正面から迎え撃つ男気コンビの天竜と原も控え室の窓口から逃げたとの噂も。その後前日社長ジャイアントババ自らがハンセンをなだめ解決したそうです。ジャンボ鶴田対中野真一、プロレス最強とも噂される鶴田を怒らせ本気にさせた男中野真一、ある意味での出世試合となったこの一戦。そもそも中野は新日本プロレスで同期のライバルだった高田信彦としのぎを削った実力者。84年に新日本退団後、85年1月からは長州力らと共にジャパンプロレスの一員として全日本に参戦。その後87年春に長州たちが新日本に復帰した後も全日マットに残り、ジャパンプロレスのナンバー2である八津義明のパートナーに抜擢されました。ジャパンプロレスが事実上全日本に吸収された後も中野が意地を張って全日の合同練習には参加せず、一人でスクワットしたり走ったり基礎的な練習をしていたところ、ある日ババからそんなことをしてないでみんなと一緒に練習しろ、お前はコーナーからのドロップキックを練習してみろと言われたそうです。ババは常々試合中はお客さんの頭を動かしなさいと
時にはトップロープからの攻撃、時には場外乱闘、そうやって頭を動かすとお客さんは飽きないんだよと言っており、シュートを超えた観客とも勝負するプロレスの名言です。それから春園田にコーチをしてもらって、毎日見栄えのいいドロップキックの練習をやるようになったそうで、普通相手の胸元あたりを狙うミサイルキック、中野のそれは精度があまりなく、どこに飛んでいくかわからないものでした。1987年4月23日の新潟市体育館、ジャンボ鶴田、天竜源一郎対安義明、中野真一のタッグマッチ。これまでいいようにもてあそばれていた鶴田に、中野がコーナー最上段から放ったミサイルキックが鶴田の顔面を直撃。馬場の助言が功を奏したのか、これによって口と鼻から出血した鶴田は明らかに顔色が変わります。切れた鶴田は中野を力ずくでマットに叩きつけます。え、この不穏な空気に私も唖然としました。鶴田はなおもジャンピングニーパッドを鋭角的に中野の顎に突き刺し、最後は危険な角度のバックドロップで投げ捨ての KO 勝利。故意ではありませんが、結果的に口を切って顔が腫れるような怪我をさせてしまったので、試合後中野は控え室に挨拶に行ったら、馬場はいいんだよ、それぐらいやらなきゃダメだよ、鶴田からもしんちゃんそれでいいからって言ってもらったそうです。やはりハンセンと違い切れた後も鶴田は本当にいい人でした。前田明対ディックフライ。前田は試合後10年ぶりに切れたと語ったほどの危険な喧嘩マッチ。1994年7月14日の前田明対ディックフライはリングス大阪府立体育会館大会のメインイベントで行われました。幼い頃いじめられっ子だったというフライ、ボディービルで肉体を鍛え上げ、19歳でキックボクシングに挑戦。クリス・ドールマンとの出会いで本格的に格闘技に取り組み、その子分として危険なオランダの酒場でのバウンサー用心棒をしていました。前田によると、試合開始1分が経過したあたりでフライが前田に向けて焦点をラッシュで浴びせていくが、この時フライが指を前田の目に入っていくよう故意にしていたかで、前田がぶち切れてフライに対し焦点ラッシュで反対側のコーナーまで追い詰めダウンさせます。この時のオランダ勢は柄が悪くて本物の悪揃いと言われ、特にフライの素行の悪さは有名でした。もともとフライは相手が場外に落ちると自分も一緒になって落ちたふりをして、死角で相手の目に指を突っ込んだりする生粋のアウトロー。試合は起き上がり、再び前田の顔面に焦点を向けるフライに前田は怒り心頭、逆にフライをボコボコにして倒す喧嘩破りを発揮します。グラウンドに移行して足の逆ひねりでフライからギブアップを奪い、わずか174秒での勝利となりました。その後前田がさらにフライの背中を踏みつけ、この試合が終わった後の非紳士的な行為にハンス・ナイマンらフライのセコンド陣がリング内に入ってきて、前田とあわや乱闘になります。後日前田もこの行為に謝ったと言いますが、この時リングストランダの総帥クリス・ドールマンがいなかった模様で、いたらおとなしくするはずが、なおもフライの盟友ナイマンが興奮して前田の控え室に入っていったとか。そのナイマンは2014年11月5日オランダベーフェルベイクのディック・フライと共同経営するジムの前で車に乗っていたところ、銃で撃たれて亡くなっています。一説にはフライと間違われ襲撃されたという不穏な噂もあり、真相は謎です。そんな相手と試合を成立させ収める前田もさすがです。なおフィニッシュホールドはフッキングの一つで、カール・ゴッチ直伝の殺し技が完全に決まるとひとたまりもなく即ギブアップすると言われ、この時は緩めて使っていたといいますが、前田は普段は自主的に禁じ手にしていたといういわくつきの技です。ガチのアウトロー相手に
喧嘩や前田明の度胸と覚悟が十分感じられる試合でした。川田利明対高山義弘。1999年1月31日にジャイアント馬場が逝去。その年の7月17日の後楽園ホール大会で行われた川田対高山の3度目のシングル対決試合。川田利明は言わずと知れた激しいファイトが売りの前日の四天王。対する高山義弘は1995年に始まった U インター対新日本プロレスの対抗戦の流れから安城、陽次、山本健一とエンタメ要素の強いゴールデンカップスを結成。1996年9月 U インター神宮球場大会、体格で圧倒的に上回る高山は川田との初対戦が実現するもジャンピングハイキックで敗れます。これ以降川田は UK は大したことないと頻繁に言ってます。その後12月の U インター解散後、受け皿団体のキングダムに移籍します。2度目の対決は1997年10月の日本武道館におけるセミファイナル。最初の5分間はシュートマッチと両者が決めていたという噂のこの試合、こちらも最後は川田のフォール勝ち。その後1999年5月あと追いで参戦していた柿原雅人と共に全日本プロレスの正式所属選手となり、大森高雄、浅子聡と不遜な態度が売りのノーフィアーを結成し、3度目の因縁の対決。川田はエルボーを高山の方にガチで入れます。高山が頬の衝撃をアピールし、本当に切れた喧嘩マッチにお互いグラウンドで後頭部を殴打する不穏試合に、激しくも明るく楽しいプロレスが売りの前日のはずがどうなってんのという試合展開に。この試合をさばいていた和田恭平レフェリーは後日馬場の御前で自分の配慮が足りないばかりにこのような事態を引き起こしてしまったと涙ながらに語っていたとか。最後は川田利明が高山に強烈で危険なランニング顔面蹴り、デンジャラスキックを見舞い、高山はたまらず場外に転落、そのまま立ち上がれず場外失神、川田のリングアウト勝ちとなりました。この試合を見ていた馬場元子夫人もこれをきっかけとして全日本プロレスの内情に口を挟むようになり、後に選手大量離脱の引き金となったいわくつきの試合でした。いかがだったでしょうか。長州力の名言の一つに切れてないですよがありますが、ここで紹介した6試合はマジに切れたり失神したり、キーワードは鍛えることができない顔と脳天でした。いずれの試合も見る方はたまらない試合かもしれませんが、アングルではなくいろんな要素が複雑に絡んでガチで起きてしまった試合、本人たちはたまったものではなかったでしょう。それでは今日はこの辺で、皆様ご視聴ありがとうございます。